お帰りお待ちしております。まあアンドロイドはよくバグるからね。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はドラゴンクエストライバルズの方でやっていきたいと思います。ゾンビテリーなんですけども久しぶりに紹介させていただきます。ちょっと前のゾンビデッキとちょっと変えたのが、1コストに入ってた言霊使いを消しました。たまーにアグロデシカを見るので、アグロデシカがいた時に言霊使いはちょっと敵にとってえへへーすぎるんで、ちょっとアグロ対策に盾魔人を入れました。それ以外はほとんど変わっていないかなーって感じですね。はい。まあ、基本的にあのゾンビ系がいっぱいなんで、ガッサのパワフルバッジと、レオコーンのパワフルバッジを頑張ってやっていきたいなってところでございます。あとはゾルデさんとか出してみたいよねっていう、なかなかゾルデさん活躍しないから。というわけで、今回はこちらのデッキでやっていきたいと思います。何回目のゾンビ任せておけ。シャーッ、やっていきましょう。ゼシカさんですね。アグロかな、レベルが高かったな。職業レベルがめちゃくちゃやり込んでおられる方のようで、先行敵さんがアグロだった場合はまあいい感じかなと。おお、多忙が微妙なところつってまあいいや、これでいこう。見せてやるぜ。 OK、 じゃあここはテンション上げましょう。で次のターンだけど、刃の紋章する必要ないからね、今のところね。刃の紋章献身の領域ね、これやる必要がほぼほぼないんで、相手の復旧を待っていますってことは相手さんいなくなったのね。うん、帰ってきて。さーて気を取り直してやっていきましょう。敵さんはアリーナさんですね。アリーナさんは占い師がドラゴン系が多いから、お、高校が、まあ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 、ガスタいいでしょう。これでいきましょう。奇跡の剣、いいね。これで回復もできる。盾魔人がいるのもなかなか良いしと。ハリセンモグラ。なるほど。なるほど。なるほど。まあ、ここはドロール次出していきましょうか。次、ここで敵さんがフォローを出してこなかったら嬉しいなーってレベルですが、いかがかなー。フォロワーを出さないでほしい。どうかな、2コストの、いや、格闘パンサーとかいそうだな。やめて、やめて。知ってた。アグロ？アグロなのか、これは。やってやるぜ。これはアグロデッキなのか。じゃあまずドロール出して、もうこれ使っちゃいましょう。んー、もったいないかもしれないけど、まあ仕方がなし。あんまりダメージを受けるわけにもいかないので、次はガストですね。はい、ハンバーグ食べに行きましょうかつってわかります。では次ガストで、その後、うん、テンションを使います、使ってきますね。 OK です。でフォロワーが並ばなければいいなもうフォロワーが並ばなければ本当に、とにかく並ばないでほしい。並ぶよね。で取る手段がないんだよな。見せてやるぜ。ああ、まあ悪くはなし。ガスト行きましょう。このガストのパワフルバッジのおかげでゾンビ系の味方ユニットの体力が1上がります。 OK、 ドロールも上がりました。多分上がらないと思ってたんですけど、さあ敵さんがここで特技カード、ショータイムだ。はあ、すっとしたぜ。さあゲームを始めよう。ただいま帰りました、メラゴースト。チクチクするね。痛いですね。
攻撃対象が敵リーダーの場合カードを1枚引く。なるほど、めんどくさくなってまいりました。じゃあここは盾魔人を前列に置きます。置くことによって、守りが固くなると。ヌスットウサギは多分攻撃できない、してこない、してこれないでしょとは思うんですが、次どうすっかな。次マミーで相手のモンスターの動きを一体止めてもええんやね。そんな殴ってくる？そこまでして殴ってきます？そこまでして殴ってくるかこの人。アグロ多いのか今これ。めんどくさめんどくさ。これはあれですね、こうして回復しましょう。回復っていうかプラマイゼロで取っていきましょう。敵さんの手札を切らす。で一応こう体力5までのフォロワーやったらこの2人が取れる。プラスマミーがいるので、マーミーがいるから、まあどうなんでしょうかね。ここで今綿棒を出すと敵さんの動きになっちゃうから危険ですね。上ゲッゲゲンのゲーってやつですよ。やってやるぜ。いい感じにレジェンドカードが来たんだけど、このフローラルドマンからの贈り物ってぶっちゃけなかなかめんどくさいよな。これは困った。マミーで対処するっていうのも良さげだったんですけどね。いや取りましょうか。あ、取る、うん取る。もう盾魔人の意味がほぼほぼないので。でマミーをアリーナに使ってテンション上げて切って終わりです。アリーナを今攻撃不能にしたことによってスキルで取られなくなった。で体力が3回復しますと。で次のターンはジゴスパークで相手の敵ユニット全てに6ダメージを与えることができますと。いやーこれ考えてたって言ったら笑うこれ考えてたからって言ったら笑う。敵さんがフォロワー並べてこなかった場合、もしくは何こいつマミーでなんとか対処できる感じのフォロワーの数だった場合は、献身の領域使って、まあ、奇跡の剣が撃たれ奇跡の剣かなって感じで、俺のターンだ。なるほど。お死亡時だもんな。いやもう殲滅しましょう。地獄の雷を。ええよ、相手のフォロワーさん、相手のフォロワーさん全員倒したんで敵さんは息切れかなと。よし追いついた、体力追いついたぞ。ここで8コストのフォロワーがズドーンって出てくる、それ勘弁してほしい。おっとこれでテンションスキル、それとも確かこれねアリーナの必殺技って、私のリーダーテリーさんにもねがっつりくるような芸の芸ですよ。それはちょっと、それはちょっと激ゲの芸ですよ。アグロタイプだったんですねこれ。押せ押せって敵だったんでしょう。何この本は返してもらわなきゃな。てれてれてれ、こいつは相打ち、なあこれなあ、デューラン困ったねこいつは。レオコーンですなこれは。いくぞレオコーン。BGM は私のものだ。でマミーさんはちょっと相打ち取りつつ、これ確か貫通持ってないから普通に相手のリーダーを殴りましょう。
で、もしこのフューザが、あ？フューザが、ゲッだよ。それはゲッですよ、マジで。ここに来てフォロワーが並んできたな。4点ダメージが見えていつつ、地獄のサーベル、地獄のサーベルはまだダメだな。全然ダメですね。ゾンビ系の味方ユニット1体に手札に加える、レオコールを手札に加えても意味ねえからな。現時点の敵さんの手札が、5と9点ダメージ出ますね。ってことはデュランが危ない。うん、これはどうしたものか。4でしょ。で、私のこれはデュランで守護を張りましょうか。で、ちょっとあれだけど、まあ、殴る。現時点で7ダメージなんで、守護持ち、仁王立ちのデュランは死なない。ただ敵さんの手札次第、これは。マジかよ。鉄壁の守護が張られております。自殺してきます？自殺してきますか？いやー、きつい！きついぞ、これ。うーん、きつい。めちゃくちゃきつい。これでどっちだ？ギリ。見せてやるぜ。どうなんだ、これは。4ダメージだろ。勝ってはないもんな。いや、待てよ。取るで持って取る。これで守護が開く。攻撃力が4ある。地獄のサーベル！そろそろ本気で行くぜ。ジージー！こういう戦いが好きなんだ。熱く燃える戦いが、一方的じゃなく。いやー、またやりたいですね。というわけで、アグロデッキにも、後半押せ押せデッキにもなかなか耐えられるデッキとなっております。皆さんいかがでしょうか？ぜひ使ってみてはいかがでしょうか？ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか？コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。